はい、1年です。今回はですね、南城市にあるあざまサンサンビーチを紹介していきましょうね。南城市にあるんですけど、サンサンビーチね、ここはね、那覇からだいたい40分ぐらいかかります。結構遠いですよね。まあ、前回まで紹介していたところのサンセットビーチとか、あと東シナ海側ね、波の上ビーチとか、ちょっと全く真逆になります。太平洋側になるにあるビーチなんですけど、人工のビーチですね。でここの特徴は、とにかくね、この海水の透明度が高いっていうことです。まあ、CM とかね、あと雑誌の撮影とかにも使われるぐらい綺麗な美しい海だよっていうことでね、まあ、うちなんちゅうの中でも有名ですし、もう本当にね、綺麗で過ごしやすい、ゆったりした感じで過ごせるっていうのでも評判なビーチですので、今回はね、そのサンサンビーチ見ていきましょうね、みんなね。はい。で、やっぱね、ビーチとかね、海っていうのは動画の方が伝わりやすいと思うんですよね。まあ、やっぱ細かいところまで見れますし、あ、こんな感じなんだなって、まあ、ちょっと雰囲気もつかめますから、なのでぜひ最後まで見ていってもらって、沖縄旅行のちょっと情報のね、足しになったらなと思います。ぜひ最後まで見てくださいね。はい。で、まあ、今見えてるんですけど、まあ、2つに分かれてるんですよ、サンサンビーチって泳ぐところがね。で、ここ今見えてるところっていうのがマリンスポーツする側で、もう反対側ね、が左側にあったところが遊泳側っていう感じになってます。はい。で、まあ、今もちょっと見えてますけど、まあ、有名なスポットですね、ブランコがあるスポットになってるんですけど、ここはね、まあ、カップルの人とかが写真撮りに来るようなそのスポットになってますね。はい。じゃあ、まあ、そんなね、あざまサンサンビーチのちょっと情報、こんな基本情報っていうのを紹介していきたいんですけど、まあ、遊泳期間っていうのがね、4月から10月までっていう感じですね。まあ、ここはもうね、大体変わらないですよね、このビーチも。で、遊泳時間っていうのが午前の10時から6時までです。これ季節によって変わるんでね、大体まあ7、8月は7時までだけど、9月、10月は6時までっていう感じで変わってくるので、これもね、ちょっとずっと変わるので、ぜひね、確認していってみてくださいね。で、利用時間が10時から7時までです。まあ、まあこのチャンネルではもう毎回行ってるんですけど、まあ、バーベキューできるところとかって人工のビーチってね、まあ、遊泳する時間と利用する時間って違うんですよね。なので利用できる時間っていうのは7時までになってます。はい。で、あと施設なんですけど、まあ、シャワー、トイレ、更衣室、ロッカー、まあ、売店もありましたね。で、あと今さっき見えてましたけど、ネットもちゃんとあるよっていう感じで、クラゲの、ね、防止ネットとかもあります。まあ、ちょっと途中だけど、やっぱ綺麗ですよね。うん、すごい綺麗で、やっぱ透明度高いって言ってね、もう県のね、透明度のランクでもね、AA っていうのを取ってるぐらいなんで、やっぱすごい綺麗ですよ。で、ただね、まあ、すみません、ちょっと基本情報の途中なんですけど、今回これ映してるのが午後なんですよ、午後。だいたい夕方のね、3時、4時ぐらいに映してるんですね、これ。ただ、ここってね、さっきも説明したんですけど、あざまサンサンビーチってね、太平洋側なんですよ。なのでここはもう日が沈んでくるっていうのは逆側、まあ、サンセットビーチとかあざまサンサン、あらはビーチってね、サンセットが有名だったんです。あそこの、まあ、東シナ海側に日が落ちていくんですけど、ここは逆にね、日が上がってくるところなので、ちょっと夕方はちょっと濃い色になるんですよね。なので来るんだったら午前中の方がより透明度高いです。なのでここおすすめなので、ぜひね、午前中から行ってほしいなと思います。はい。すいませんね、ちょっと説明してる時に。はい。じゃあ基本情報戻りましょうね。で、あとまあ、ビーチバレーができるのと、ビーチサッカーもできます、施設ですね。で、あと駐車場が1台500円かかりますんで、止めたら500円払って、ずっと使える、まあ8時までですね。で、このね、一つ注意なんですけど、駐車場なんですけど、8時にチェーンがかかるんでね、出れなくなるんで、これ気をつけてくださいね。はい。はい、今見えてるのが遊泳するところです。うん、ここで泳ぐよっていう感じですね。はい。で、このね、サンサンビーチってね、那覇から40分ぐらいかかるって言ったんですけど、高速道路がやっぱ近くにあんまり通ってないんですよ。なのでちょっと遠いんで、みんな車で来ると思うんですけど、このね、さっきあった駐車場の8時までっていうのはちょっと気をつけてくださいね。はい。8時以降に出たらもう取れないですね。はい。で、あとはこれね、見えてきましたね、このハート型の、この T 座の鐘っていうのでね、まあ、有名なんです
けど、やっぱね、夕方とかになるとね、カップルの人たちが結構来てね、羽鳴らしたりとか写真撮ったりとかしてます。さっきの、ベンチ、ブランコもありましたけど、そことこの、鐘ね、有名なんで、結構ね、地元の人たちがね、デートスポットで使ったりとかして、よく来ますよ。やっぱね、ちょっとね、このサンサンビーチって、ね、地元の人たちもやっぱよく使うし、あと観光客の方々も来るっていうの でやっぱサンセットビーチとか58号線沿いっていうのはね、結構米軍の方々も多かったりとかしたと思うんですけど、ここはね、もうザ・ウチナーチュア、もう地元の人しか来ないから、結構ね、そういう意味でもね、やっぱゆっくりのんびりした雰囲気が味わえる、そんなビーチですね。もちろん綺麗だしね。じゃあレンタルできるものに住んでいくんですけど、レンタルはね、結構できます。ベッド、サマーベッド、チェアみたいなベッドに寝るやつね。で、デッキチェア、これが500円で借りれるっていう感じで、あとビーチパラソルね、これも1000円で借りれる。大体そんなにね、価格は高くはないと思います。いろいろ回ってますけど、標準ぐらいかなっていう感じですね。で、あと、テントとかも借りれるっていうのはちょっと一つポイントですよね。後から見えてくるんですけど、バーベキューするアズマヤって、四角い屋根がついてる、吹き抜けになってる、日陰がある、ところがあるんですけど、そこはね、バーベキューする人しか一応使えないようになってるんですよ。だから日陰があまり少ないのでね、もちろん空いてればね、多少使っても大丈夫だとは思うんですけど、もう満杯のことが多いんでね、土日とかは。だからそういう時にはやっぱテント借りないといけないよっていう感じですね。で、あとね、テーブルとかね、あとクーラーボックスも借りれます。クーラーボックス、大だと1000円で、小だと500円って感じで、持ってないね、韓国の方々がテーブルで来るって言ったらね、それなら使ってもいいと思いますね。あとは浮き輪、あとライフジャケット、あとゴーグルまで借りれます。ゴーグルも借りれます。300円から借りますね。で、あと バレーコートね、これボール込みで1時間700円で借りていくみたいなんですけど、バレーコートはね、他のところだとね、結構自由に使っていいよっていうところもあるんですけど、実際ね、ボールもね、500円とかで借りるんで、そんなに差はないかなと思いますね。あとちょっと面白かったのは、グランドゴルフできるよって感じでね、多分ね、今見えてますけど、前のところが多分のところ、芝生がスペースがあるんで、そこでグランドゴルフやると思うんですけど、これが2時間で300円っていうのができますんで、感じですね。もちろんバーベキューもできるんで、バーベキューはセットがあってね、5名以上だと1人3380円からできるっていうのが見えてましたんで、ぜひこれもね、バーベキューやってほしいなと思います。っていうのも、サンサンビーチ今ありましたけど、さっきね、ちょろっと見えてたんですけど、久高島とかね、近くに、で、駒鹿島、無人島があるんですよ。そこも隣のね、港から出て船で行くんですけど、実際ね、久高島も駒鹿島も、そんなにね、もう1日1泊するとかそういう感じじゃないんですよ。だからどちらかというと、半日で帰ってきたりとかね、すると思うんですね。で、近くの観光地って言っても、例えば清風滝とかも2、3時間ぐらいでやっぱり回りきっちゃうので、で、そこからね、また那覇に戻るって言ったら結構時間かかっちゃいますんで、サンサンビーチで遊ぼうってなるとね、ゆったり遊べるっていうところがあるんで、ぜひおすすめはね、バーベキューしてほしいなと思います。結構ね、沖縄県産豚とか使ったりする、肉使ったりとかするんで、結構ね、いいですよ。食材も美味しいですからね、ぜひやってほしいなと思います。で、マリンスポーツね、なんですけど、バナナボートとかビッグマーブルとか、ハーフパイプで、マリンジェットができるっていうのがいいですよ。今見えてる、もうこんな綺麗なところでね、マリンジェットできるっていうのと、あとマリンジェットがあるんで、シュノーケリングもここからね、ちょっと沖に行くんですよ。沖の方に行ってシュノーケリングするっていうこともできるので、すごいね、ここはね、充実してると思いますね。あんまりね、沖までマリンジェットで連れてってくれるところって少ないんでね、ぜひそこはね、マリンスポーツも結構楽しめるよっていうのが一つポイントになると思います。実際ね、サンサンビーチの周りってやっぱりあんまりないんですよ。観光施設ないっていうか、ちょっと遠いんですよね、距離があって。で、南部って言ってもね、この太平洋側、東シナ海側っていうのはね、58号線も通っててね、一
ぱりね、管理されたビーチだったりとか人工のビーチもあるんですけど、この太平洋側っていうのは天然のビーチ、これからまあ紹介していきますけど、まあ百名ビーチとかね、ニーバルビーチとかそういったところあるんですけど、ちゃんとね視察管理された人工のビーチで綺麗なところっていうのはやっぱすごい少ないんですよね。でその代表がアザマサンサンビーチなんで、ぜひね南部の方の東シナ海側じゃないところで遊ぶときはね、サンサンビーチぜひ行ってみてほしいなと思います。っていうのはやっぱりね、日が上がるのが違うので全然ね景色が違いますよ。なのでぜひ午前中に行って遊ぶ、まあ、もしくは小間賀島、久高島とか、あと清風滝とか遊びながらね、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、では今回以上になりますね。はい。